皆様こんばんは、豆腐です。ということでですね、ただいまご紹介させていただいた24種類のジャパニーズウイスキーの中からですね、トップ10を決めていきたいと思います。さあ、それでは早速ブラインドテイスティングしていきたいと思います。はい、ということでですね、全24種類飲み終わりました。今回の結果もなかなか興味深い結果になっております。それでは第13位から発表します。はい、響きジャパニーズハーモニーでございます。まあ残り少なかったっていうのもあるのかもしれないんですけれども、今回は響きジャパニーズハーモニーが13位となっております。はい、第12位は山崎18年になっております。いやー、こちらはちょっとまさかの順位ですね。まあ本当にですね、残り本当にこれぐらいしかないので、量の問題でというか、まあちょっと劣化してるっていうこともあるのかもしれないですが、ちょっと低めの順位に終わったかなと思っております。はい、第11位は山崎12年になっております。まあ、ここでですね、18年12年が続くっていうことは、やっぱりこの2本はですね、このぐらいの順位だったのかなということなんでしょうか。まあ、あくまでもですね、個人的な好みによるんですけれども、ちょっと順位は振るわなかったということですね。はい、ヨイチノンヴィンテージですね。いや、ヨイチですね、この18年12年を抑えて10位に入ってくるのはなかなか頑張ったのではないでしょうか。ということで、ヨイチ10年が、第10位になっております。はい、第9位はブラックニッカディープブレンドになっております。いや、これはちょっとまさかのランクインですね。いや、でも確かにバランスすごい取れた美味しい味だなっていう感じでした。こちらはですね、この値段でこの順位なら間違いなく買いなのではないでしょうか。ぜひ一度飲んだことない方はですね、飲んでみてください。はい、第8位は竹鶴9ボトルになっております。竹鶴もですね、僕も個人的には9ボトルの竹鶴の方が好きなので、この旧竹鶴がランクインしてちょっと嬉しいですね。なかなか見ないかなとは思うんですけれども、見かけた際はぜひ購入されてみてはいかがでしょうか。はい、第7位はイチローズモルトのホワイトラベルになっております。こちらの、イチローズモルトもですね、このラインナップの中第7位というのはですね、かなり検討したのではないでしょうか。ぜひですね、ホワイトラベルでしたら、まだ買えるかなと思いますので、ぜひ購入してみてください。はい、第6位はローヤルになっております。ローヤルはですね、なかなかバランス感覚というか、すごく三拍子揃ったというかですね、すごく丸い味わいが特徴だなと、個人的に思いました。非常にバランスの取れたいいウイスキーだなと思います。はい、第5位はニッカカフェグレーンになっております。ちょっとですね、グレーンウイスキーなんですけれども、まさかの第5位ですね。すごくですね、キャラメル感というか、そういった風味がしまして、すごく美味しかったですね。グレーンウイスキーって美味しいんだなっていうのをですね、今再確認させていただきました。非常にいいウイスキーだと思います。はい、第4位はニッカフロムザバレルになっております。いやー、これはやっぱりうまかったですね。正直1位でもいいかなっていうぐらい、美味しかったんですけれども、ちょっとですね、まあ優劣をつけるとなるとこの順位まで落ちてきてしまいました。ですが、めちゃくちゃやっぱり骨太というか、男らしいモルトだなっていう感じですね。めちゃくちゃどっしりしていて、味も濃くてすごく美味しいウイスキーでした。第4位はニッカフロムザバレルでした。はい、ということで、それではここからはトップ3のご紹介です。はい、第3位ザ・ニッカ12年になっております。いやー、これですね、今回初めて飲んだんですけれども、美味しかったですね。いやー、びっくりしました。フロムザバレルとかなり僅差ではあったんですけれども、
わずかにですね、こちらのザ・ニッカ12年に軍配が上がったかなといった感じです。非常に美味しいウイスキーでした。こちらちょっと買えないのがですね、残念ですね。はい、続いて第2位のご紹介です。はい、さあやはり入ってきました。イチローズモルトのワインウッドリザーブになっております。正直ですね、めちゃくちゃ1位と迷いました。超美味しかったですね、これ。いや、なんですけれども、若干の渋みというか、あれが、1位の方が飲みやすいかなと思って、こちらが2位になりましたね。もう同率1位と言っても過言ではないぐらい、めちゃくちゃ美味しいウイスキーでした。もうさすがイチローズモルトですね。ということで第2位は、イチローズモルトワインウッドリザーブでした。さあ、そして、この、全24種類の中のトップ1をご紹介したいと思います。はい、まさかの山崎ノンヴィンテージになっております。いやー、これはちょっと意外すぎましたね。びっくりしました。でもめちゃくちゃうまかったですね、山崎のノンヴィンテージ。いやー、なぜか18年12年は13位と12位なのに、ノンヴィンテージがトップに来るという、なんとも言えない結果に終わりました。これはどういうことなんでしょうね。でも正直、この2本に関してはめちゃくちゃ迷いました。1位、2位でもいいぐらいだったんですけれども、わずかにやっぱり甘みというか、そういう部分でですね、こちらを、1位にさせていただきました。山崎、このやっぱりバランスの良さ、それでいてまろやかで、甘みもあって、ちょっと重たい感じもあるというか、重すぎず軽すぎずっていうこの絶妙なバランスがですね、僕の好みに合致したのではないかなと思っております。はい、ということでですね、今回のジャパニーズウイスキーのブラインドテイスティングは、こういう結果となりました。皆様もですね、改めて、飲んでみたらめちゃくちゃうまいじゃないかこれっていうことをですね、思い知らされるかもしれません。はい、ということでですね、今回の動画は以上となっております。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、コメントもですね、ぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で、バイバイ。